箱入り息子です。はい、というわけで今回は僕たち箱入り息子なので箱の中からお届けしております。イエーイ。で、何の企画を取るかと言いますとですね、はい、最近清原さんダイエットを頑張っているじゃないですか。頑張って。すっごい頑張ってた。すっごい頑張ったんです。なんで、今回は清原さんにご褒美をあげたいと思います。優しい。結局ご飯なんですよ。うん、なので今回は鍋を作って清原さんに食べさせたいと思います。イエーイ。鍋食べたかった。鍋食べたかったでしょ。お腹空いてるでしょ。なら何も食べてないでしょ今日。食べてないでしょ。鍋の具材買ってきたんで今から鍋作りますか。でも清にも手伝ってもらいます。はい。それ食べるから、ね。食べるから。食べる人が食べなきゃダメだよ。ちょっと僕は鍋作るので二人じゃ絶対に。あなたも作るんです鍋。あなたも作るんですよ鍋。俺らさ、カルパス食ってんの50本、うん、カルパスは別腹でしょうが。また太るよ。何してる？入る？入るか。もう入られへん。いける。箱入り息子じゃないわ。箱から出ちゃった。箱から出ちゃった息子だ。作りましょう。はい。せーの。いけない。はい。それでは、はい、鍋作ります。今日はね、キムチ鍋を作りたいと思います。大好きキムチ。大好き。わかる。大好きキムチ。大好きキムチ。まあまあ辛いかもしれない。入れていいよ。全部入れるよ。ぶち込んだって。あはは。欲しいです。これだけ入れてくね。マジ、全然欲しい。え？めっちゃ聞こうか。僕の部屋にあるよ。やばい。もう下手だ俺。どうやったっけ。前少し。どんぐらい煮込むこれ。これ煮込んでいきたいと思う。煮込んでいきたいと思う。どうしてるのでちょっと混ぜます。増してきました。かさが、かさ増しです。これがかさ増し料理。で、いきまーす。いいでしょう。箱入り息子です。それでね、それ。かわいい。はい、美意識が高い式さんですね。これ豚肉。豚肉。うん、お前みたいなことで。豚肉。お前が。あ、傷ついた。さっちゃんの方が豚肉だよ。トロさんご飯ワンワン待てよ。いいでしょう。ワンワンワン逃げちゃうよ。ワンワンワン僕は君だけのペットがいいよ。え、バリうまそうなんだけど。やば。え、バチクソ前で多分これできました。できました。美味しそう。美味しそうですね。では手を合わせてください。合わせました。ありがとう太陽、ありがとう大地、命をありがとう。いただきます。いただきます。下手くそなの。でも苦手なんだ。何してるのマジで。ありがとうございます。あ、うまいわ。肉食べます。肉うまい。うまっ。うまっ。おいしいな。うまっ。鍋うめえ。バルうめえ。あつだけ食べよう。うん。まあ、切るべきやったな。間違いないですね。うまいけど。あ。それではじゃあ、さつきさんのダイエット話。ダイエットね。うん。なんか、ビフォーアフターみたいなのあったじゃん。そうだね。なんか、あの時はね、57、8キロまで行って。57、8?もうちょっとあった。割と60近くあって。マジ？あの、
そう、あの写真の時は割と多分ね、60ぐらいあったかと思う。もう怖くてね、乗れなかった、体重計乗ってないから分かんないけど、うん、でもちょっと痩せ始めてから測った時58とかだったから60ぐらいあったと思うんだよ、うん、マジか。じゃあマックスは怖くて分かんないと。でも、そう、60ぐらいかな。やばい、やばいよね、普通に、うん、60はすごい。あの、港とか、うん、市川くんに言われたわけですよ、レッスン中に。ちびデブと言われてたね。ちびデブと言われたわけですよ。確かにその時ね、すごい鏡見てレッスン上だったから、うん、やばいって思って、自分も、キュービック始まる前やんな。そう、デビューする前やん。で、デビューライブの時は48キロだった。すごいな。そう、何したの？1日毎日10キロ走って言われてからデビューライブまで。飲み物はもう水しか飲まない。水も1日に2リットルとか飲むんだよ。え、そう、なんか水いっぱい飲むと痩せるらしいの。水ダイエットっていうのがあって、うん、ひたすら水をめっちゃ飲むっていう、なんかそれだけで痩せるんだよ。あの、もうきついけど飲むの、水を。ご飯は食べるの？炭水化物は絶対ダメで。あ、きつ。で、6時以降も絶対食べなくて。ん、時間、あの、6時以降かな、絶対もう何も食べない。マジ？なんでも水だけ、6時以降は。で、炭水化物も絶対抜きでやってたね。しんどで、1日1食か2食でやってた。で、その7時間ダイエットっていうのもやってて、朝起きて朝ごはん食べんじゃん、うん、8時に食べたとしたら、うん、そっから、うん、あの、昼夜も食べるとしても7時間以内に全部終わらせる、うん、その時間内に全部ご飯食べて、それ以外は何も食べないっていう、うん、これ痩せる結構やば。7時間だったから忘れたけど、多分そので3時以降は何も食べないってこと。12時に起きたら7時まで食べれるっていう。あ、でも6時以降は食べちゃダメだから、じゃあもう結局結構時間の縛りはした。で、1日10キロ走って水しか飲まないっていう生活したら痩せました。うん、すごいわ、それは痩せるわ。でもなんかデビュー前だったから、うん、これでデビューしたらやばいって思って、うん、頑張った。えらい。今、まあ、今でも、あの、50.5 キロとか。あ、でもじゃあ痩せてるわ、めっちゃ。そうそう、ピーク時よりはだいぶ保ててはいる。うん、本気出せばな。今日もめっちゃ痩せたもんね。うん、俺もだから、あのさ、俺の写真わかる、あのツイッターのさ、変わった選手権のやつ、うん、あれの時も俺も身長160ぐらいで、うん、60キロぐらいだったの。え、マジ、うん、めっちゃ太ってる。そう、その時はやばかった。俺の1週間炭水化物抜きダイエットでも企画やったからできた感はある。うん、もう YouTube にしちゃったから。確かにさっちのって自分の中でやったわけです。そう、自分の中で別にどこにも出さなかった。それがすごい。ダイエットはきついけど、きついけど、あの、痩せたらね、いいことがあるから。そう、本当にそう。自分次第でね、痩せれるからね、うん、そう、ほんまにダイエットってマジで気合いだよ、気合い。そう、ほんまに自分次第。頑張ろう、頑張ろう。変わりたいと思ったら変われる。お、いいじゃん。すごい、変わりたいと思ったら変われる。変われる。キャッチコピーできた。変わりたいと思ったら変われる。変われる。いいよ、いくよ。せーの、変わりたいと思ったら変われる。食べちゃうよね。うん、食べちゃうよ。食べちゃう。幸せ。うまい。幸せ。幸せ。朝は食べないよ。